私に単独のお仕事が？やったー、嬉しいっちゃ。うわ、今のなし、聞かなかったことにしてください。奥山さんのその山形弁、久しぶりに聞いた気がするな。出ないように気を張ってるんですけど、本当に時々つい油断すると出ちゃうんですよね。無理に直さなくても鈴村さんだって京都弁のままだしいいんじゃないか。ゆうちゃんはおしとやかでプラス5星だからいいんです。私のは田舎者っぽいからマイナス5星なんです。ワンプロに入ってアイドルを目指すようになってからは一生懸命矯正したんですよ。でも未だに驚いたり興奮したりするとつい出ちゃうんですよね。俺はいいと思うけどな。それだって奥山さんの個性だろ。それに天童さんや鈴村さんから何か言われたことはある？いえ、ありません。でも二人は優しいから。って、私の方言の話は横に置いておきましょう。そろそろお仕事の話をしてくださいよ。そうだな、ごめん。奥山さんに頼みたいのは、今度海沿いに開園するウォーターパークのレポーターなんだ。レポーターの仕事の後にトリニティエールのアピールタイムも用意してもらえたよ。私たちのライブの宣伝もしていいんですね。頑張ります。ちなみに放送は地上波だ。台本はもうできてる。目を通してくれるか？はい。ずいぶん大きな施設なんですね。日本最大級のウォータースライダー、イルカと泳げるアトラクション、楽しそうですね。すっごいやる気が。ん？これってどうした？あ、わ、私が海に入ってはしゃぐって書いてるけど、そんな恥ずかしいっちゃ。また出たな、その方言。それがどうしたんだ？つまり私の水着姿が全国ネットで中継されるってことじゃないですか？いや、全国ネットじゃなくローカル局で。そこはよかった。じゃなくて放送エリアの問題じゃありません。私まだ中学生なんですよ。水着なんて恥ずかしすぎます。大丈夫だ奥山さん、そこは俺に考えがある。安心してくれ。トリエルには水着風のステージ衣装があるだろ。それを着てレポートしてもらおうと思う。全然大丈夫じゃないっちゃ。え？その衣装でステージに出たことはあるんだろ。なら別に恥ずかしくはないんじゃ。もうマネージャーさんは女心を全然分かってないです。あの衣装を着てアイドルとしてステージに上がってパフォーマンスをするのと、水着として着て海に入ってびしょ濡れになって遊ぶのじゃ全然違います。どう違うんだ。女の子の考えることは時々わからないな。でも過激なデザインじゃないし、奥山さんが着たらセクシーな方向にはならないんじゃ。私に色気がないって言うんですか？心外です。色っぽく見られたいのか見られたくないのか、どっちなんだ。実家のお兄ちゃんもしょっちゅうスミレはまだまだ子供だってバカにするし。決めました。こうなったら私頑張ります。マネージャーさんをドキドキさせてみせますから。そうすればお兄ちゃんも私を大人だって認めるしかありません。この仕事を機に大人の魅力を身につけてみせます。いや、落ち着いてくれ。俺も君のお兄さんも別に君に余計な背伸びをしてほしいんじゃ。体を絞るためにしばらく芋煮もお汁粉も我慢です。早速スタジオで体を動かしてきます。奥山さん、話はまだ。言ってしまった。スイッチ入っちゃったか。奥山さん、ちょっと待って、話がまだ終わっていないよ。奥山さん、頑張るのはいいけど体を壊さない程度にしてくれよ。
いつも元気なところが奥山さんの一番の魅力なんだから。ってどうした？いえ、マネージャーさん、私のお兄ちゃんと同じこと言うから。大事な妹さんを預かってるんだから、俺もしっかり監督しないとな。そういう生真面目なところもそっくりです。